M-3SII ロケット、M-3SII ロケット、MU3S2、ギリシア文字の MU2、ローマ数字の E は、日本の文部省宇宙科学研究所、現宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所、i s セ s が、日産自動車宇宙航空事業部、現 IHI アロスペース、以下日産と、共同で開発し、日産が製造。 アイセスが運用した三段式の固体燃料ロケット。M-3SII は世界でも稀な惑星間軌道へ探査機を投入できる前段固体燃料ロケットである。1981年、昭和56年に東京大学宇宙航空研究所が開訴されて発足した宇宙科学研究所では1986年、 昭和61年のハレー水星大接近における国際共同調査を行うことを決定した。しかし、惑星間軌道に探査機を乗せるには、地球の重力を離脱する速度、第二宇宙速度が必要とされ、既存の M-3S では明らかに力不足であり、新たなロケット開発が急務であった。第一段目のみ M-3S からの流用であるが、その他は、 全て新設計された。1985年、昭和60年に先駆けと水星の打ち上げに成功し、1995年、平成7年までに8回の打ち上げが行われ、うち1995年1月15日に打ち上げられたエクスプレス以外の K7 機の探査機と人工衛星の打ち上げに成功した。特に先駆けの打ち上げに際しては、 当時の航空宇宙開発関係者にあった前段固体年のロケットのみで地球の重力圏を脱出することはほぼ不可能という規制概念に対するアイセスの挑戦という意味合いも込められた打ち上げであった。そして打ち上げの成功により M-3SII は世界初の燃焼の制御が困難である前段固体燃料ロケットによる地球重力圏の脱出を成し遂げるとともに 海外の航空宇宙開発関係者から注目される、異なる。近年開発された大型ロケットには珍しく、海側に傾けたレールランチャーにより斜めに発射される。これは重力ターン方式の飛行マニューバーに従い、積極的な誘導制御を行わず、誘導装置はあらかじめランチャーによって設定された理想飛翔経路とのズレを補正するのみであることによる。 次世代のミューファイブロケットもランチャーによる斜め打ち上げであるが、これはロケットの打ち上げに失敗した場合、いち早く海側に投げ落とすことで発射台の被害を最小限に抑えるためである。1996年、平成8年2月21日に打ち上げられた JI ロケットには M-3SII の第2弾、第3弾が流用されている。 大型の補助ブース対素 B-735、ラムダ 4S の第1弾目を改良。第1弾目、第2弾目より太いハンマーヘッド型ノーズフェアリングに代表される独特の外観と華々しい打ち上げ実績、後述されている痛快なエピソード、スパイクノーズの剣や第1弾の直径1.4メートル、制約の剣などとが相まって今でもファンが多い。 カッコ内は参考として M-3S のもの。海面上でのもの。なお、補助ブースターの頭頂部に、キノコ状の突起がついている。これは、先駆け打ち上げ直前に第1段目の能力不足が判明したため、超音速飛翔時の衝撃波を緩和し、空力的改善により打ち上げ能力を確保するために、急遽付加されたスパイクノーズである。このスパイクノーズの採用により、 惑星間軌道投入能力が 2kg ほど向上している。ちなみに、当時の宇宙圏の状況からこの能力不足を公表すると問題となる恐れがあったため、記者会見でこのスパイクノーズの役割を説明するよう求められた際、どうですか、かっこいいでしょうと返答したエピソードがある。また、オプションとして、最上段に惑星間軌道投入用キックモーター、kmp、 先駆け、水星に使用や、新点ノズルを採用した純国軌道、投入用キックモーター、キロメートル D、明けの2、使用、ガツ軌道投入用キックモーター、キロメートル M、起点、エクスプレスに、使用を付加できる。この場合、構成は4段式ロケットとなる。科学技術的な事情ではなく、過去の政治的経緯により、 M-3SII までの宇宙科学研究所のロケットは、第1弾目の直径が1.4メートルという制約が課されていた。しかし、第1弾目の直径が1.4メートルという制約を遵守しながら、大型の補助ブースターを付加した上で、直径1.5メートルの第3弾目を搭載し、かつ、直径1.6メートルのフェアリングを被せた。 M-3SII の姿を見て、これは詐欺だ。と叫んが官僚がいると伝えられている。実際、ロケット開発者のうち何人かが、文部上に、状況説明を行っている。そして、i s セ s の、第4世代、第5世代のロケット計画である、アブソリュート計画によると、第5世代のロケットとなる、M、M-3SII の改良型、計画段階での MV に他ならないわ。 1> 第1弾の直径は1.4メートルながら、大型の補助ブースターを多数付加し、第2弾目以降の直径は1.4メートルを大幅に超えることとなっていた。第8号機の地球再突入実験機、エクスプレスは予定の軌道投入に失敗した。8号機のノーズフェアリング内重量は、カタログ上の低軌道打ち上げ能力ギリギリである。 エクスプレスの重量 765kg にキモーターキロメートル M が上乗せされるという過去に経験したことのないものであった。しかも今回の飛翔マニューバーは前例の少ない第3弾を軌道上に乗せず海上に落とすものであった。M-3SII の第3弾とキックモーターは無誘導であるためキックモーターの使用は無誘導に無誘導を重ねることとなり 軌道誤差が大きくなる。そこで M-3SII7 号機まででは、第3弾までで最低限の地球周回軌道成立を保証し、キックモーターで軌道成立後の追加加速を行うように、飛翔マニューバーを設計していた。このマニューバーでは、キックモーター燃焼後に時間をかけて、衛星側のスラスタで軌道誤差を修正すれば、 予定軌道投入に対するロバスト性を確保できる。実際、起点では、第3弾とキックモーターの製造ばらつきに禁する軌道誤差のため、軌道投入後、運用計画自体が大変更されている。しかし、8号機では、口述するように、近地点がギリギリの軌道であるにもかかわらず、第3弾とキックモーターを重ねて、ダイレクトに軌道投入する予定であった。 よって、8号機の飛翔にあたっては、軌道設計の面で余裕がなく、不足の事態が発生した際のロバスト性が確保されていいことが懸念されていた。軌道設計面におけるロバスト性のみならず、8号機は、ノーズフェアリング内重量と地上との風との兼ね合いにより、M-3SII の飛翔制御能力におけるロバスト性も確保されていなかった。八号機は、 順調に飛翔したとしても、飛翔中にロケットが風に流された、結果、第1弾の TVC 燃料が尽きて第1弾の燃焼後半が無誘導状態となり、この飛翔誤差を第2弾の TVC を限界まで駆使することより修正する事態すら予定されていた。つまり、不足の事態が発生しなくとも、第1弾と第2弾の TVC の燃料はそれぞれギリギリであったと言える。 このように、アイセス側では、八号機は、機動設計の検知からも、飛翔制御の検知からも、不足の事態が許されず、何もかもが、余裕のない飛翔マニューバーであることが、事前に分かっており、器具の声があった。しかし八号機は、文部省と通産省との共同プロジェクトであるため、強引に押し切られてしまった。そのような器具の下で打ち上げられた八号機では、 あまりに重いノーズフェアリング内重量の他、第2段目と第3段目の結合部を中心に機体が予期しない振動を起こし、この振動を制御するために噴射した第2段誘導装置の TVC の噴射間隔、噴射間隔は固定であり、可変できなかったと振動周期偶然共振した。このため振動を制御できないまま、第二段燃焼中に TVC の燃料が尽きて一時的に、 第2弾が無誘導状態となってしまった。その結果、衛星の近地点高度が計画値より約 100km ほど低下した。一般に衛星軌道が成立するためには最低でも約 200km 程度の高度が必要である。もともとエクスプレスで予定されていた近地点高度は 210km というギリギリの計画であったが、打ち上げ後に エクスプレスの電波の受信に成功したことから衛星軌道は成立したと考えられた。しかし2周目の電波は確認できなかったことからエクスプレスは地球を2、3周した後太平洋に落下したとアイセスは予想した。機体は10ヶ月後にガーナで発見され、大気検査突入は成功が確認されたが、一方でエクスプレスがどのような軌道をたどったかについては謎を残した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。